皆さんこんにちは。今日は2019年3月23日、岩手県の宮古駅に来ています。三陸鉄道宮古駅。2011年の地震で被災した宮古釜石間が今日ようやく復旧するということで、駅前はイベント会場になってますね。で、この三陸鉄道宮古駅なんですけども、今は使われてないんですよ。移転したんですね。 JR の駅の方に統合されまして、でここに三鉄屋っていう三陸鉄道グッズ専門店がありますね。これも今日開業したみたいですよ。まあさっき三陸鉄道のチョロ Q を購入したんですけども、黒字化せんべい、黒字化を目指す。そしてこちらはリンゴ販売ですね。まあリンゴは、まあ岩手はリンゴの名産地でもありますからね。にしても人が多いですね。すごい、なんかテレビの撮影、なんか旅行で来てる人は少なくて、なんか地元のおじさんおばさんと報道関係が多いですよね。テレビの撮影中のようですね。でこちらが現役の宮古駅。もともとは JR 独自の駅舎だったんですけども、まあ、三陸鉄道と JR 共同の駅舎になったということなんですね。行列ができてますね。宮古駅前総合観光案内所ですね。三陸鉄道リアス線開業記念の、あ、どうもありがとうございます。リアス線開通記念の旗をいただきました。祝賀演奏でしょうか。リハーサルですか。出発式ですね。おお、パチ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 。カメラを持ってるので拍手できません。記念列車が出発するようです。宮古発釜石行きの記念列車、特別列車ですね。抽選で当たった人しか乗車できないようです。お見送りの方々は気をつけくださいますようご注意ください。入ってもいいかな。そして列車が出発しましたら、どうぞ皆様手や旗などを振ってお見送りいただければと思います。
釜石へ向けて出発してきましたね。これだけ多くの人が集まってテレビでも報道されて、あ、岩手県に旅行に行ってみようかなっていう人も結構いるんじゃないでしょうかね。まあ、三陸鉄道は自分にとってはすごく思い出の強い鉄道で、まあ、2011年の地震で注目されましたけども、それ以前から私は列車に乗っていろんな駅に降りてっていう駅巡りが好きだったんですよ。で、まあ、三陸鉄道北リアス線とか、まあ、山田線の駅巡りをしてた時に、三陸鉄道沿線の険しい山々や海岸線がなんか、おい人間ども舐めたら殺すぞって脅しをかけてきてるような、そういう闇の深い怖い自然、険しい厳しい自然の表情っていうものがなんかぐわっと自分に迫ってきたんですよね。あ、こうなんか、あ、なんかこういう厳しい自然の中に身を置くのが本当の旅行なんじゃないかって思ったんですよ。観光地を巡るだけじゃないってね、自分で険しい自然に突撃していくのがね、本当の旅行ではないかと。だから三陸鉄道は私に岩手県のあの魅力を教えてくれた鉄道なんですよ。鉄道ってそういう力があると思うんですよね。地元の人が通勤通学で乗ってね、それだけじゃなくて外部の人にその地の魅力をアピールする力があると思うんですよ。そして新たなファンを増やして、こうその地域の可能性っていうものを、広げていくっていうんですかね、そういうやっぱり力があると思うんですよね。こちらではテレビの撮影が行われているようですね。まあ地元のテレビ局でしょう。三陸鉄道リアス線全線開通、あ、全線開通ではなくて全線復旧なんですよ。地震で壊れてしまった鉄道が元に戻ると、マイナスがゼロになっただけで、こっからが出発点なんですよ。だけど2011年の地震から8年を経てようやく運転再開ですから、まあ復旧っていうよりも新しく開業っていう方がしっくりくるんでしょうね。だってさ、2011年の地震当時小学6年生だった人は今20歳、20歳ですよね。ってことは青春時代を、ね、宮古釜石間は鉄道を通ってませんっていう、まあそういう状況の中で過ごしてきたわけですから、まあ、なんか新しく鉄道ができるんだみたいな、なんかそういうイメージになっちゃうのも無理はないよねって思いますよね。まあ、宮古釜石間はもともと JR 山田線だったんですけども、2011年の地震で被災して鉄橋がガタ落ちして、まあ JR はなんか復旧するのにお金かかるから、とりあえず代行バスでどうでしょうみたいなね、まあそんな提案をしてたんですよ。で地元自治体は、いやそれは困ると、ちゃんと鉄道復旧しろってね、拒否ったんですね。そしたら JR はだったら宮古釜石間のほとんどの区間をバス専用道路にして、そうすればその時間通りに運行できるから、それでどうでしょうみたいなね、まあ、いわゆる BRT ってやつですよ。その BRT の提案を2回もしたんですよ。で2回とも沿線自治体は却下して、そしたら JR はだったら鉄道の復旧工事は行うから、その後は三陸鉄道に移管ってことでどうでしょうって提案してきて、それを地元が受け入れたので復旧工事に取り掛かって、で今日めでたく開通ということになったという、そういう経緯があるんですよ。まあ要するに JR としては
無条件で復旧工事はしたくないよってね、直してほしければ金を出せと、まあそういう要求をしてきたわけなんですよ。で、三陸鉄道に移管するってことで、なんとか話がまとまったので、今日めでたく運転再開という運びになりましたという、まあそういう経緯があったんですよね。だからさ、大船渡線は未だに代行バスでごまかされちゃってるじゃないですか。あれは沿線の市町村が JR 側の提案を蹴り飛ばして、交渉がうまくいってないからなんですよ。だから未だに代行バスでなんかごまかされてるんですよね。だけどさ、山田線沿線の市町村はお金を出したから復旧できた。大船渡線沿線の市町村は金を出さないから復旧できない。沿線自治体の自己責任だと。金を出さないのが悪いのであって、そんなのね、仕方ないじゃないかって割り切るわけにはいかないと思うんですよ。だってさ、大船渡線の利用客って大船渡線だけ利用するわけではなくて、山田線のお客さんだってさ、山田線から三陸鉄道に乗り換えて、ね、鉄道っていうのはネットワークでさ、動いてるわけですから、一部だけでも鉄道が復旧してないと、その影響が周りに及ぶんですよね。実際私は岩手県在住ではないけれども、何度も旅行で岩手県を訪れてるわけじゃないですか。その時にやっぱりさ、鉄道ネットワークがちゃんと整備されてるか整備されてないかによってさ、その、旅行の仕方が変わってきちゃう可能性があるわけですよね。やっぱりこう、なんていうのか、ネットワークをちゃんと維持しなければいけないわけですよ。だから、大船渡線沿線の市町村は、金を出さないからいけないんだよ。鉄道が元通りにならないのは仕方ないじゃないかってね。そういう割り切りの仕方はできないですね。で、それにさ、仮にその自己責任論によったとしても、だってお金がない市町村にとっては、鉄道を維持するための予算が組めません。じゃあ、仕方ありませんって話になるんですかっていうさ。貧乏でお金がなくて仕事がなくて生活保護を受けたいですってさ、市役所に来た人に対して、そっか君は貧乏なのか、そっかでもね大丈夫、君には自由にパンやおにぎりを買う権利があるんだ、この日本という国はどんな家に生まれようとも自由に物を買う権利が与えられているっていうそれは自由とは言わないですよ。平井川ですね。平井川にかかる、鉄橋なんですけども、以前来た時にはこの鉄橋が壊れて、あの、橋の土台だけがですね、無残に残ってるという、まあ、そんな状況でね。だから当時、宮古市役所の壁に、みんなの力で山田線をつなごうとかいう垂れ幕がかかってましたよね。みんなの力っていうのは、宮古市民だけの力なんでしょうか。宮古市民、釜石市民、山田町民、大槌町民だけの力で、彼らだけのために宮古釜石間の鉄道というのはあるんでしょうか。さっきも言ったように鉄道っていうのはネットワークなんですよ。で、そのネットワークを維持することによっていろんな経済効果が生まれるわけじゃないですか。あ、岩手県の自然って素晴らしいな、行ってみようってさ、旅行に来る人もいるわけじゃないですか。ファンが増えるわけじゃないですか。そういう力があるんですよ。だからそれは沿線の市町村だけのローカルな自己責任論で片付けてはいけないんですよ。だから私は日本っていう共同体の一員として被災した鉄道は無条件で国の予算で直しましょうよっていう主張をしたいと思います。鉄道を維持するための費用に関しては、まあ議論するべきですけれども、少なくとも地震や津波やね、台風で被災してしまった鉄道を元に戻すことぐらいはさ、国の予算でやればいいわけですよ。だってそうでしょ、この道路がね、地震でひび割れて土砂崩れが起きて、通れませんってなった時に、この道路使ってる人なんてねえ、宮古市民の中でもほんの一部の人たちだけだよ。こんな
ローカルな道路を直すために国の予算とか県の予算使うなんて、そんなの不公平だとか誰も言わないわけじゃないですか。ねえ。だから今日は三陸鉄道リアス線開通っていうんで盛り上がってますけども、鉄道が復旧したことぐらいでお祝いしなければいけない状態っていうのはやっぱり望ましくないわけですよ。新しい鉄道を開通したわけじゃないんだから、鉄道を復旧するのは当然のこと。その上でその鉄道をどういうふうにね、地域の活性化に生かしていくかっていうさ、そこを議論の出発点にすべきなんですよ。うん、なんか鉄道が壊れちゃったけど本当にその鉄道必要あるの？お金出せるの？ってさ、そこから議論始めなきゃいけないっていう状況がやっぱりね、まずいと思うんですよね。さあ、記念列車がやってきました。堂々の4両編成ですね。明日はあの列車に乗って陸中山田、大槌、釜石行ってみましょう。